はい、やっと試しております。白衣です。私は今、長野駅に来ております。これから名古屋に行くべく、本日の最終特急しなの26号、名古屋行きに乗車していきます。この特急しなの26号は、名古屋行きの最終列車ということも特徴の一つですが、もう一つ特徴がございます。それはですね、名古屋と長野を結ぶ列車の中で一番所要時間が短い列車となっている点です。通常名古屋と長野を3時間前後で結ぶ特急しなの、この26号はね、2時間54分で結んでいるということで、最速の列車となっております。特急しなのに使われるサンパ3系は車体傾斜装置を備え、そして130キロ運転も可能な超高性能な車両なわけですが、実はね、その進化を発揮する場面は限られております。今回その数少ない進化を発揮する場面に遭遇したということで、それをお届けしていきます。よろしくお願いいたします。列車出発時刻の19時40分になった瞬間、ブレーキを緩解して始発の長野駅を出発していきます。いや、これね、本当に気持ちいいですよね。日本の鉄道の素晴らしいところがここに凝縮されております。はい、というわけで特急しなの26号名古屋行きです。途中停車駅は篠ノ井、明科、松本、塩尻、木曽福島、中津川、多治見、千種です。この列車はね、停車駅は極端にね少ないということはないのですが、この列車が上りでは一番早い特急しなのとなっております。はい、というわけで最初の停車駅篠ノ井です。この特急しなのはですね、カーブに差し掛かると車体を傾けて遠心力を打ち消して速度を保つ、そんな装置がついているわけですが、それを使えるのはね、名古屋から松本までの区間ということで、この篠ノ井のあたりではね、その機能を進化を発揮することができないということになっております。はい、そして本題から少し逸れた話にはなりますが、列車はただいま日本三大車窓のオバステを通過しているところです。これなかなかね綺麗ですよね。私ね、昼間にしかこのオバステ通ったことなかったのですが、こうね、夜のオバステというのもなかなか捨てがたいものがございます。列車は明科、そして塩尻と停車していきます。この塩尻は JR 東日本最後の区間です。ここで乗務員の交代をして、ここから先は JR 東海の管轄です。そして列車は JR 東海最初の駅、木曽福島です。ここはね、名古屋と長野のね、ちょうど中間ぐらいにある駅となっております。そしてこちらは中津川、もうあっという間に中京圏に入ってきております。この特急しなの号、使われているサンパ3系の特徴は、なんといってもカーブになると車体を傾けて遠心力を打ち消す制御式振り子装置の搭載です。カーブに差し掛かると最大5度車体を傾けて制限速度を35キロアップさせます。そんな車体傾斜装置も松本から先ではこのように使っていきます。ただいまの時刻は22時11分列車1分の繰りもなく途中の多治見を出発したところです。これだけ正確な運転がされているわけですが、このサンパ3系のもう一つの特徴、130キロという高速走行は実はね、されることが稀なのです。ダイヤが乱れた際にその遅れを取り戻せるよう、通常ね、余裕時分というのが設定されているのですが、ダイヤ通り何の遅れもなく走行している際には性能を温存しておき、ダイヤが乱れた時のためにその性能を温存していく、そんなことをやっているわけです。つまりね、普通に走行している場合にはその最高速度130キロを出すということはね、実は稀なんです。そして列車は川を渡っていき、ついに名古屋市に突入していきます。名古屋の最初の通過駅新守山では先行する普通列車を追い抜いていきます。特急課金した人にしか見ることができないこの優越感を感じつつ、最後の途中停車駅千種に滑り込んでいきます。
はい、そして最後の途中停車駅千種です。22時27分、ここもね帝国通りに出発していくかと思いきや、ドアが閉まってもなかなか出発しません。お願いいたします。ただいま本場のお客様が急用のお客様対応を行います。発車が遅れます。ご迷惑をおかけいたします。なんとねここで遅延するという案内がされたのです。急病人の対応ということでね、まあ稀に起こることではありますが、結局ねこの時は列車6分ほど遅れて出発します。まあただね雨降って地固まる、ここからがねこの列車の見どころです。特急シナノの進化を発揮するところです。はい、というわけでね千種を出発していきます。こちらの列車走行位置にも紛れもなく5分遅れているということが表示されております。残念ながら残りの区間は10キロにも満たないということで、まあ、ここからね遅延を取り戻すということはおそらくね絶望的に不可能なことだと思いますが、それでもこの特急シナノ頑張っていきます。ただいま鶴舞駅を通過しているところですが、だんだんとねこのモーター音の悲鳴が聞こえてきます。速度計を見てみると現在125キロ6、7、8とほぼね130キロに近い速度を出していきます。これがねまさにこの特急シナノの進化を発揮しているところです。現在遅れているわけですが、その遅れをね1秒でも取り戻そうと最高速度130に近い速度を出しております。実はですね特急シナノ号この区間でね130キロを出すことは稀なのです。下り長野行きの列車だとねこの区間で130出すことまあ割とあるのですが、上りの列車だとね前に列車が詰まってしまって最高速度出せないということが結構多いんですよね。ただね今回遅れたということでその遅れを取り戻そうと130に近い速度を出していたというわけです。そんなことを話しているとねだんだんと列車速度を落としてきたわけですが、ここからねカーブに差し掛かって、そして最後の通過駅金山を通過していきます。現在カーブを通過しているわけですが、この列車お得意の車体傾斜装置を使って、そして金山最後の通過駅金山を通過していきます。というわけで間もなく終点の名古屋です。最後ね特急シナノらしい素晴らしい走りを見ることができたのは良かったですが、千種駅でのね急病のお客さんだけがね唯一心残りというかね心配ではあります。まあただね幸いにも千種駅は周辺にね大きな病院がいくつかありますので、まあおそらくね素早く救急車で運ばれて高度な医療を受けて回復されたということを願いたいと思います。結局到着は22時39分ということで、5分の遅れをもって到着です。というわけで名古屋行き最終の特急シナノ26号は、速度に余裕を持った上でダイヤ上最速、そしてダイヤが乱れた際には性能を遺憾なく発揮するということでしたが、いかがでしたでしょうか。ノアル鷹は爪を隠すとは言いますが、この26号はねそれを地で行くような走りっぷりでなかなか乗り応えがあります。この夏の時期だとね大雨の影響で最終シナノが運休になるということも時々あるのですが、ぜひ視聴者の皆さんにもおすすめしたい列車の一つです。というわけで今回の動画は以上です。最後までのご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。